ろゆきさんは例えばニュース番組のひき逃げ事件で防犯カメラに映る犯人の顔をモザイクをつける必要はあると思いますかえっとあの犯人っぽいんですけど犯人って確定してないんですよね。あの裁判で有罪判決が出たとか私は犯人ですって自白したのであれば多分カメラの映像を流すのはいいんですけどそれがまだ未確定な状態で出しちゃうのは結構その逆にその法に触れる可能性があるんですよね。 例えばその防犯カメラの映像で犯人がこう映ってましたって言って、じゃあテレビが流して、実はその防犯カメラに映ったのは半年前の映像で、で、それは夜中に作業をするので頼んだ人が映ってただけでしたみたいなパターンもあるんで、 なので、あの要は事実かどうかの確定がされてない段階では、まあ、モザイクをつけて、安全側に振るっていうのがあると思います。ただ、の何らかの犯罪をして、今、逃亡中で、この人を探していますっていうのを警察が言ってる場合であれば、その顔写真だったり顔出すっていうのは意味があると思うんですけど、そうじゃない場合は、まだあの一応その、あの推定無罪の法則っていうのがあって、あの裁判で判決が出るまではその、あの有罪ではないので、犯人ではないということになってます。はい